本木神社は、横浜市中区に所在する神社である。同区本木地域の総鎮守。旧称、本木十二天社。旧社各は尊社。霊祭の翌日に行われる神事である大馬流しは、神奈川県指定民族文化財に指定されている。創設時期については、諸説がある。本木神社由書書によると、研究2年。 鎌倉幕府を解説した源頼朝が鎌倉から鬼門の方角である北東にあたる本木の地の鎮護のために朱塗り寿司を奉納したことが始まりであるとしている。江戸時代に本木神社の別当時であった多門人の遺書書によれば、校長3年元旦に本木の海岸に漂着した大日霊女命の像を祀ったことが始まりであるとしている。 新編武蔵風土気候では、A62 年1月8日に、本木村の漁師、松本次郎左衛門が漁をしていた際、網にかかった12天の像を本木に隣接する、北方の若宮八万宮に奉納し、後に本木の総鎮守にしたとされている。鎌倉時代には、将軍コレアス新室町時代には、関東官令から寄進を受ける。天正19年には、 本木十二点二十二国の寄進を受ける主因状を徳川家康から与えられた。江戸時代には神仏集合によって多門院の別当に入ることになるが明治元年の神仏分離令によって多門院から再び分かれて独立した。本木神社はもともとは東京湾に突き出した高さ30メートルほどの本木十二点の丘のふもとに所在していた。 太平洋戦争の際、本目十二点の岡空襲に遭い、社殿、境外を消失する。宇治子によって仮社殿が造営されるが、戦後アメリカ軍は横浜に進駐し、昭和二十一年から本目十二点を含む本目地区はアメリカ軍の住宅地区として接収された。昭和十九年には、宇治子が結成した本目神社復興法参会による寄付が行われ、 本木町へと仮線座した。昭和57年、アメリカ軍から本木地区が返還され、横浜市による区画整理事業が始まる。平成5年、所在地を本木和田へと移し、社殿が完成した。神仏集合時代には、日山根、ね、月天、下点、水天、風天、地点、本天、微社門天、大日財天、閻魔天、大釈天、 羅節圏の仏説十二天を祀っていた。明治元年には、神仏分離令によって、多門院と別れ、明治5年から、第二次霊所命を祀っている。明治42年、本木台にあった八王子神社、宮原の八坂神社、マカドの浅間神社を、大正7年には、本木台の日枝神社を合わせている。明治42年には、 近隣の牛米の鎮守であった八王子大臣を合詞、また、八幡大臣も合詞している。境内抹社として、浮きの稲荷社、熊野早田玉者、本木水天宮、本木天神社を祀っている。本木神社霊祭であるお馬流しは、かやを編み込んで作ったお馬と呼ばれる馬頭亀体の人形に薬剤を乗せて、ネギシワに流す神事である。 1566年から行われていると伝えられている。お馬は旧本目六花村と呼ばれる、マカド、牛米、原、宮原、美ノは第に一つずつ、計六体が、ヤブという野護を持つ氏子によって制作され、霊祭初日のお馬無開式と呼ばれる儀式とともに神社に奉納される。翌日、お馬送り式の儀式とともに法退者に乗せられたお馬は、 本木漁港から再冷船に乗せ替えられ、ネギシの沖合で流される。大馬を流した再冷船は各船が競い合って港へと戻る。大馬流しは浜の記載と呼ばれることもあるが、国学院大学伝統文化リサーチセンターによる調査はその起源は鎌倉時代に本木にある和田山が群馬の放牧地であった地域的特性に関わっていると指摘している。 最盛期には、本目六家村にそれぞれ再冷船があり、盛大に模様されていたが、ネギシワンの埋め立てに伴い和船が減少し、1963年からエンジン付きの漁船が用いられるようになっていた。2013年には神社に保管されていた2層の和船が補修されて使用されるようになった。ありがとうございます。